刑法書がご入り用ですかな。時には仕置きも必要。祭りごとの話ですわよ。副官の変更をなさいますか。いらっしゃい。何を鍛えたいんだ。ようこそいらっしゃいました。よう、どこに向かうか決めてくれよ。時間ね、行こう。蜀の皇帝劉備は言った。この方に誰よりも迅速に反応したのは魏の軍師司馬である。かの奇才は後手より同時進行し一気に蜀をほふる大計を創上。自らも兵を率いて漢中の要所に進軍した。一方、魏の動きを察知した蜀の諸葛亮は清兵館に馬超を派遣。陣馬一体の猛者が入り清兵館に隙はないかに思われた。だが堅牢な砦を前にして司馬の目は輝きを増す。彼は猛将馬超を破るための切り札を用意していたのである。その切り札の名は浦和かき妖火王位。この地は勝手知ったる庭のようなものです。各地への連絡、兵站船の確保は私にお任せください。それは頼もしい。しかしお前の目的は。支援は人を落とす。それをご心配なさるんですね。ご安心、仇が使える者と同じ具は犯しません。ならばいい。その冷静さ、偽りでないなら役に立ってみせろ。行くわ。覚悟はとうにできて。はっ。東の端を修復し奇襲部隊を送る。作戦成功まで前線の砦を死せよ。懐かしい風、足の修復はもうすぐ完了する。
今しばらく耐えてみせろ。容赦しねえぞ。敵将、討ち取った。
抵抗しない。潔くしっかり逃がさない。この撤退は筋書き通りです。敵将討ち取った。義の希望は芝居だけにあらずですか。ここは一旦退却しましょう。義の参謀としては合格かしらね。私としては馬長の首がなくば不合格だけど。それ以上飲んで城の酒だるを空にする気か。芝居殿、たかが将一人を取り逃がしたくらいで何を落ち込んでいる。諸葛亮も眼色を失うほどの戦運びをしたではないか。あまりお褒めにならないでください。かえって虚しくなります。褒めてなどいないわ。本当は追っていきたかったのです。でも戦前に啖呵を切ってしまった手前、そうもいかなくて。なるほど。清涼の死神の首、それが唯一私の望むもの。どうか今しばらくお付き合いください。全てを投げ打ち、手段を選ばない、それが私のやり方よ。